た。顎ができる。やばくない、その来た、そのなんですか、そのマスク、え、何、元気、元気なの元気ですか。元気なのって何ですよね。元気だと思いますか。ですよね。じゃあなんかさ、昨日のさ、あのさ、うん、ニュージーから日本に帰ってきたら検疫なくて、あの検査、うん、で、ニュージーは多分安全だから、まだ感染者少ないから。でもやっぱヨーロッパから、うん、わかんないけど、どこの国かわかんないけど、来てる人はもう検疫で超並んでて、長蛇の列でやばかった、実際。あ、え、オフになった。なんで、あ、来た、あ、来た。え、じゃあキャスさん今何してんの今。うん、今とにかくなんかもうマスクを作ってる、うん、マスク作り職人じゃん。なんかもう職人になってるよね。やばくない、なんかもう暇さえあれば、うん、暇さえあればマスク作る。やばくない、ガチじゃん。こういう、こういう感じで、ガチじゃん、ね、あ、でもすごい、あんまり変わりませんって感じ。あんまり変わらないです。アプリとさ、なんかよくわかんないんだけど、これはどっちがアプリ？え、どっちがアプリ？どっちがアプリですか？こっちこっちって感じ。こっち、あ、なるほどね。なるほどね。そういう感じ。なるほどですね。あとし、まあ、やることないんで。ねえねえ、聞いて、昨日のさ、なんか飛行機の中で、なんかすごい修学旅行生かな、なんかすごい団体の子たちがすごいいて、日本人の。高校生か中学生かそんぐらいの子だったんだけど、高校生かな、でなんかすごい感動的な男の子たちの話だったんだけど、私の席の飛行機の中の席の後ろの席の子たちだったんだけど、なんかマジでこんなコロナの状況だったけど、マジお前に助けられたわみたいな、2人の会話なんだけどね、男の子2人の会話で、でその男の子が、一人の男の子が、いやマジお前いて助かった、本当ありがとうなって言って、えマジでみたいな、いや俺もお前がいてマジで助かったよみたいな、あの携帯の時に SIM がなんか全然設定できなくて、マジお前いなかったらやばかったわって言って、それがずっと聞こえてくるの、としかも到着する寸前の時にでマジありがとうみたいな、で結構風も強くてもうこんなだったので、なんかそっからはタワテラみたいみたいな感じ、ちょっと盛り上がって、で到着します。そしたら二人で拍手し合って、いやマジ感動的だよな、なんかとかっつってでね、そのなんかお互い、あーマジかみたいな、ありがとうな感じでそう、大変だったんだなと思って、でもなんかすごい感動的だったよかっこいいな、かわいいみたいな、え泣いたっつって、マジ泣いた、泣いてんじゃん、おばちゃん。マジ泣いたっつって、後ろの男の子2人に感動したっつって、でもすごいずっと気になってたのが、空港のことをずっと飛行場って言ってたの。かわいい。かわいいでしょ、なんかずっとね飛行場って言ってたの。かわいい。なんかかわいいなと思って。私も使おう。飛行場って言ってくるから。うん。ちょっと。うん。でさ、関西の人って福岡も言うから、なんかさ、こっちの関東の人はさ、割と、うん、バカ遠いとかさ、バカ可愛いとかさ、言うじゃん。でもさ、その飛行機乗ってた子たちはみんな、アホ遠いとか、アホほどうるさいとか、なんかアホなんだよね。こっちの関東の人ってかな、バカなんとかって言うじゃん。でも関西の人とかはアホなんとかっていうのかな、わかんないけど、そんなことないのかな。福岡はどう？そこら辺なんの？福岡も結構バリ、え？クソ、バリクソ、あ、バリだ、バリクソね、バリクソね、バリクソ、バリクソかわいいとか、バリクソかっこいいみたいなね。あ、そうかも、あね、そうかも、マジで面白いね。あ、面白い、面白いよ。何の話だよそれな、それな、マジそれな。なんだこっちは、なる日までさ、もうなんかもうどんな感じよ、飛び出そうかなって思ってるわ。え、でもちょっと飛び出たんでしょ。
ちょっとだけ飛び出たんですよ、家ちょっと飛び出たちょっとだけね、ほんと2、3歩ね2、3歩飛び出た感じね、本当にね、ビビってね、だって逮捕されるもんね、逮捕されるの、逮捕っていうか歩道されるな、歩道なんだ、やばいねマジで、なんかそう、ちょっとそれも面白いな、やばくね、楽しんでんじゃん、ちょっとそれも面白い、面白いかなとか思ったりして、やばくね、あれなんかヘリコプターは飛んでんの本当に実際、なんか飛んでるんだ、音する、いやあれはなんで監視というか、なんでなの、なんで飛行機ね、なんでなんだろうね、なんかチェックしてるのかな、やっぱ車の数、だってもしかしたらなんか交通規制もあったりするんでしょ、もしかしたら、もしかしたら乳児、うんうん、かもね、これからやろ、うん、やばいね、でも多分日本の方が実際やばい、今あのだって1日に多分100人以上の感染者が出たとか、なんか大阪かな言ってたっぽいし、いや乳児はマジ対策早いから大丈夫っしょ、対策早い、確かに、うん、対策早いけどまあ暇だ、だよね、まあ暇、病気になっちゃう、病気になっちゃう、逆にそれ私はね、そうそう、じっとしてらんないから、うん、なんて言ったって、やばい、もう吐きそう、もう、ね、一人一歩やし、昨日久々にさセブン行ってさ、うん、その帰りに、そうそう、何買ったと思う、ファミチキ、ファミチキではありません、なんとじゃがりこじゃがりこを買いました、じゃがりこ、こっちにもあるやん、それな、それな、いや味がなんか明太子の、北海道の明太子なバターってやつか、なんか、うん、ね、なんか福岡いいね、チャリ旅、マジでチャリ旅よくない、チャリ、うん、チャリできた、チャリで来た、チャリで回ってみたみたいな、あれよ、また暇だと思うから、なんか思いついたら電話して、とりあえず戦ってみるわ、うん、何と何と戦うの、もう蜂まで買ってくれ、やばくない、やばくない、やばくない、顔がそれで止まっちゃってるんだけど、その画面で止まっちゃってるんだけど、なぜかその画面で止まるっていうね、やばいでしょ、あ、鳥も、私もちょっと習字とか今やってるから悟り開いてるから、またうん、とりあえずまた電話するよ、元気でねやばくない、やばくない、なんか壊れてんじゃん、もう壊れてんじゃん、すげえ壊れてますけど、元気やば、元気でね、元気でね、うん、じゃあね、3ヶ月後、バイバーイ、バイバーイ。